のグループさんんんににも言えることとなななじゃいいかなというふうに思うんですが再生回数が分散しつつあるかなというふうには感じます。であとは量が多いじゃないですかコンテンツの量が多くて見れないくなってきてるグループさんも多分いらっしゃる。で雑食ペンと呼ばれる方たち。 まあその自分たちの推しのチームさんを見るっていうのはもちろんそうなんですけれども雑食の方たちの中でより何でしょうね一個一個の動画を見るっていうところに対するそのリソースの先き方が結構シビアになってきているので音楽のクオリティダンスのクオリティもすごい高いですし新しいグループさんもどんどん出てきてるっていう中で新しいグループさんが出てくると ちょっとその何でしょう新時代感があってそういう新しいグループさんをチェックするっていうところが一つの、まあ、トレンドを追う作業になるわけですよねでそのトレンドを追う作業と自分の推しのチームを見るっていう作業と既存のすでにもうデビューしている同じ代の方たちの有名なグループさんたちを見るっていうところにおいて優先順位が結構そのトレンドを追うで推しも追う。 からのっていう風になってきてるんじゃないかなという風に思っていてで前もちょっと話したイッチーさんたちだったりとかあの辺りの世代のグループさんたちっていうのはどちらかというと、まあ、第4世代とか第,第,第3.5とか 4, ど4世代。 の方たちじゃないですかその方たちってもう割とこう業界にしっかり根付いてる方たちでもありますしまあどういうコンセプトのグループさんなのかっていうものは新しい作品を見なくてももうある程度分かっているっていうまあ気持ちなんですよね。ってなった時にまあ分かってるグループさんの見るよりかまずその推しを見るっていうのと。 新しくく出てくるグループさん新しい新人グループさんの中でもとりわけそのオーディション番組の歌い出し方がちょっとこうゆ有名というかちょっとビッグな名前が出てきたりとかどこどこの事務所さんがやるオーディション番組ですとかあとはその日部女子ですっていうでっかいそのドンドンドンっていう風に今の業界のトレンドを楽しむっていう,う。 その1個の時間の咲き方と自分の推しを押すっていう咲き方に対してのこの割合っていうものがやっぱりどんどん少なくなってるんですよね。っていうのがちょっと僕の中で感じてる部分なんですよ。曲の内容がとかじゃなくてシンプルにもうその上に居続けるというか人気であり続ける人気っていうのも話題性を持ち続けることが難しい。 いいんですよね本当にちょっとだから頭打ちなところは正直あると思っていてここから BTS さんたちのムーブメントと同じくらいの勢いを起こすグループさんもちろん絶対出てくるとは思うんですけれども次どういう要素を兼ね備えて出てくるのかっていうのは一つ注目かなっていうふうに思いますちらほらあのお話ししてるのはやっぱりビッグバンさんの時と まあ、EXO さんの時と BTS さんの時とちょっと違うじゃないですか。で BTS さんたちのところのこの流れっていうのは今までの流れとはやっぱりこうテクノロジーっていうところあとは SNS っていうものがセットになってこうグッて伸びたっていうのがあるのでやっぱり何かしらの世の中のトレンドの変わり目だったりとかその生活ライフラインの変化っていうところと、まあ、どういうふうに絡んでくるのか。 でそれがやっぱりこうデバイスですよねエンターテインメントをキャッチするこの端末にどういう変化が起こってでそこのタイミングでホットなチームの方たちっていうそのもう運ですねこの辺りはね運がどういうふうに作用してくるのかで変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うので本当に大変だなというふうに感じてます。